こんにちははいこんにちは今日も元気そうだねはいおかげさまではいおかげさまで、はい、いやもうなんかね、うん、あの幸せやな思いますさあ山ちゃん幸せもんよ <laughs> 奥さん可愛いしいや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 ,いやバイクも何台も持ってるしいや,いやいやあのー、ねえっとまあこう僕のお仕事も そうかもしれないけど、他の多くの方もそうかもしれませんけど、お客さんにね、ありがとうって言ってもらえるお商売。そうだね。山ちゃんの場合はあのう人柄じゃないですか。皆さんかありがとうって。そう言ってもらえるね、仕事ができるし、バイクも乗れてるしと。で、加山さんには奥深いところを教えてもらえてるし。今週もありがとうございました。いやいや、ありがとうござでは。それは違うか。いやいや、あのなかなかね、みんな本当は片山さんにこうやって時間にお話ししたいんです。 そんななこといや、したいんですね。でも、ご縁あって、直接聞かせてもらえてる前置きはいいですから、行きましょう、本題、なんですか、日は。あは。いや、そんな、幸せやなと思える瞬間の一つとして、何かあったんだね、オートバイで走ってる時にね、奥さんと仲直りしたのに、あれだけ揉めてたのに。いや、いつも仲いいんですよ。 すみません。えっと、まあ気持ちいいバイクを走らせてる時って、あ、なんかこの地球に生まれてよかったなとか、俺って幸せだなと思うんですが、最近バイクには乗ってますか？この間ちょっとだけ乗れました。午前中だけね。う二時間半ほどだけ。ちょっとごめん乗ってくるかと。はお仕事二時間半も乗ったら十分じゃないですか？十分ですか？で、その峠を走ってる時に、やっぱこのいつも僕が心がけているライディング方法なんですけど、はい。 来たぞ、今日うは山ちゃんテクニック、とくと聞かせていただきましょういやいや。片山テクニックです。片山テクニックですけど、いえ<押す> <laughs> <laughs>、片山テクニックですが、えー、プッシングリーン、はいあの、ライドのチャンネルの中でも、非常に再生回数の多い動画がですね、はい。SR でやったね。曲がりたい方向のハンドルを少し軽く押すと。うん、だったっけ <laughs> はい。 することによって、押すとそのバイクがそのお下側のハンドルの方に傾いていってコーナーすっと曲がれるよ。で、これ僕そのやり方片山さんから教わって初めてやってから、うんうん、もうなんか気持ちよくこう、うん、コーナーをね、うん、曲がることができるようになった。理論はともかくあの体感的に気持ちよくなった。あった。おほら感性をもう先週お話しした感性のところに行ってるじゃないですか。<laughs> そうか。うんうん、そういうことなのか。うん、気持ちよかった。自分自身がね。はいうん、で、えっと。なんで気持ちいいと思ったんだろう。いや、ちょっとね、それね、改めて、片山さんに今日聞きたいと思いまえ、な、なんでいや、僕、ね、多分2つ気ぃつけてて、1つ、一つは、あの、その、プッシングリーン、曲がりたい方向のハンドルをスッと押すと。はい、そうすることによってグーッと曲がっていく。うんうん、で、2つ目は、はい、ギュッとハンドルを握らずに、 卵を握るかのことか。はい。エッググリップ。はい。あれ横じゃなかったっけはい。えっと、もうエッググリップという練習してます。はい。エッググリップでふわっとグリップを握ると。はい。この二つ。で、三つ目は、ちょっとごめんなさい。これなかなかうまいこといけるので、これまた次回に聞くにして、はい。なぜプッシングリーンをすると、スッとそっちの方に回っていけるんかなって思いながら走ってはい、はい。で、結果的には。はい。あの、僕の理論。僕、山形理論なんですけど、はい。 僕、コーナー曲がった時に、うん、危ないとか曲がりきれへんのちゃうかなって、体に緊張をしった時に、肩がぐっと上に上がるんですよ。うん、へまあ、あの、ぐっと緊張しちゃうんでしょうね。はい、で、当然ハンドルもギュッと握っちゃうし、はい、体中がカチコチになるんですよ。はい。危ないね、まあ。余計曲がらないんですよね。うんうん、で、えっと、キッと肩が。ハンドルバー固定させてるんだよ、ね。いや、もうそうなんですよ。動ーないからね。<laughs> 珍しいライダーやね。体も起こしてまうし。 そうならないようにというふうに体の力をなるべく抜いてというふうに思うんですけどそのためにエッググリップが必要なんでしょうね。押すということはそちらハンドルを押すときにそちら側の肩が下に下がるんですね。へえ。僕の中ではね。下がるそうすることによって肩に力がついてたのがふっと落ちるんかなっていう。 効果がそこで生まれてきてるんです。うん、まあいいじゃないですか。いいですよね。うんうん、その押すっていうことは、何らかのその、えっ、ー、と、バイクの挙動だけではなくて、その体の姿勢とか、体を力を抜くという意味でも、僕には効果的やったんですけどああ、いいじゃないですか。はい。はい、あの、なんかその、もう少し,詳しくあの、力を出し入れするっていうのは、うん、筋肉を使うわけよね。はい,はい、はい。 そうですね、押すわけですから軽くでもねえ引くでも、はい、押すでも筋肉を収縮させたり進展させたりするわけじゃない、はい、体が硬いと、うん、要は硬いというのは筋肉をこわ,こわばらせている状態でしょ、うんうん、だそのままでは押せないわけですよだからその行為をするということで、うんうん あの仮にこその前にこわばっていたとしたら、うん、それを時をほぐしているんだと思う,うん、うん、もしくはずっと動かし続けたら、うん、今両手動かしてごらんこうやって、はいはい、それで筋肉こわばらしてごらん無理でしょ無理だろだかあ、足であろうが手であろうが体をある程度 微細に動かしし続けるとといいいうことはいつも体をフリーにしているでも体を完全にフリーにしていると視点がなくなるんでどこに重心を置くんですかっていうとやっぱし下半身昔から言う「かたんでん」って言われる、ええ、おへその下あたりにちょっとだけキュッと力をほんのちょっとだけキュッと力を入れればあとはもっと自由になる。 あるところに力を入れれば他のところが比較的自由になる、うん、あのまあものすごく初期的なことだけども、うん、誰もがすぐに忘れてしまう、うん、あの肩の力を抜こう抜こう腕の力を抜こう抜こうってうん、うん、ここにばっかり意識いくんじゃなくて肩でにちょっと力を入れるとここが勝手に抜けてくる。うん、で プッシングリーングが、はい、結果的にはすると山ちゃんは肩が下がった形、はい、上がろうが下がろうがそれは人によっていろいろあると思う上がるってことは多分ないと思うけども、はい、でも肩が下がるのか肩の位置がそのままなのか、はい、もしくは肩が逃げるのか、はい、まあ人によっては表現方法が違うだけで意味合いとしてはちゃんと押せてるんだと思うあなんでなんで曲がるんですかまあ理論は <laughs> 前にも話したからもう。してないしてないしてないしてます。してますはい。ハンドルが曲がる方向と反対に向くわけですよね。ハンドルを、曲がりたい方向のハンドルを押すということは。あ、タイヤが。はい、えー。タイヤが曲がる方向とは反対の方向くわけですよね。はい。 のに、なんで左が、えー、左。難しいね。僕映ってないからね。口 <laughs>、はい、なんでその押した方向にバイクが傾くのか。うん、なんでやろうと思いながら。バイクってのは必ずセンターがあるよね。うん、センターある。はい、ね。で、まっすぐタイヤが向いてるということは、はいはい、直線で言えばセンターに向いてるわけだよね。はいはい、で、これをハンドルを切るということは、うん、ハンドルは円だよね。円です。で、 この時のタイヤの接点っていうのはどこになってると思う下ですね、そのタイヤ下の下こ、うん、この、この、このストレートのラインから行けばどっちに行ったと思うこっちへ切った。はい、どっちへ行ったと思う接点が。こうまっすぐ行ってると、はい、この真下に接点があるわけじゃない。だからまっすぐ走ってくれるよね。はいはいはい。はいはい、ジオメトリーで。はい、で、これを切った瞬間に、はい 前輪のタイヤの設置位置は、このストレートからどっちに向いたと思います、うん、聞いてるとややこしいから、そこへ答え言うと、右側に若干オフセットするんです。<laughs> はい、重心が。接点が。接点が。接点が,接点がオフセットされるということは、このセンターライズされたラインよりも、右側にオフセットされるわけだから、当然、左側に不安定になるよね。はいはいはい 三角というものがなんで安定してるか、この三角がこういうふうに二つの位置があって、これだけがこうなったらこっち側には倒れやすいけども、こっちには倒れにくいよね。で、これのセンター取った瞬間に、こういうふうになってると思えばいい。こうなるんだからまっすぐ向いてるのに接点こっちなんだから、こっちで倒れるよね。そうすると、 自然とバイクはそれを補正しようと思って。だからその時にハンドルに力を入れずに、最初に初期だけ入れるんだけども、あとはフリーにしてあげないと曲がっていかない。うそういうことなの <laughs> ねそういうことなんですか <laughs> 勉強になるなやっぱし山ちゃんと話してると <laughs> 今週もありがとうございました <laughs> いやでもねあのすごい <laughs>、えー、昔話したと思うよでもねそう三角形の話で、うん、あの接点がずれ、えー、るとオフセットするっていうことは 僕初めて聞いた気がするから表現方法が違うからねでもんかそれが今度僕走りながらプッシングリンしながらこれでずれたから肩が肩いたって喜びながらね楽しんでください要は自分の体幹を信じてはいもう自分を信じるですねそうですそうです前回に引き続きあのタイヤがこっち向いた瞬間に こっち側にフロントが走ろうとするじゃないこっち側に走ろうとしたらこっちが空いてるからこうならざるを得ないよねこうなっててこっちに重心が行ってるとまだ持ってくれるのにまっすぐなのにこっち側に急に持っていくんだからヨットってどうやって曲がりますかっていう話を昔したかと思うんだけどねヨットってセールが 船底がこちら側に傾きながら右回転していく。バイクと違うよね。バイクは右,回右に傾きながら右に回っていくのに、ヨットは左に傾いて右に回っていく。あれと一緒よね。こういうふうに円弧を描く。結果的には、こっちへやった瞬間に、こっちに重心が、ブンッ と寄せられるから<ー>だから強くやりすぎるとぶっ飛ぶおああ気ぃ付けなあかんやつね強くやったらあかんよと、うん、軽くふわっとね時折ライダーが今のモト GP でも転びそうなライダーがマシン滑ってるのに起き上がって走ることがあるよね、うん、なんでバイク一旦滑って転んでたのに起き上がったのフロントタイヤキュンとこう切れ,切れすぎてもしくはライダーが切ると。 滑って、滑った時に、カーンと切ってあげると。ええー、そういうことやってんねや。すごい。彼らはやってるんですよ。は<ー>昔、柳沢うぞっていうメカニックがいてね。はい、彼が、高炭、この間自転車であのやってみた。自転車ではい。転んだと思った瞬間に、カーンと内側切ったら、バイク起きたわ。それは起きるわね、と。<laughs> というふうに、 もう30年も40年も前に自転車であの実験してた男もいました。今回の動画は皆さん喜んでくださってる部ちゃうかな。<laughs> い,やいつも 山ちゃんの摩訶不思議な質問にもう俺がどうやって対応しようかと困っている姿を見て笑ってると思う今回は皆さんもね山,山ちゃんようやったと <laughs> よく聞いてくれたともう長すぎるって話が今週もありがとうございましたそれではい、またいいま、はい、来週よろしくさようなら